日本が朝鮮半島を支配していた時代、朝鮮半島は非常に平和で幸せな時代だった。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳朝家でございます。この動画ではですね、日韓関係が何で悪いのかっていうようなことをお話ししている動画になっています。で、これまでですね、1から10まで、順番にですね、日韓関係が何で悪いのか、そしてそれをどうすればいいのかというようなことについてお話ししてきました。で、日韓関係が悪い理由というのは、韓国が反日をするからだという話をしました。韓国がなぜ反日をするのかというと、反日をすることが面白いから、日本人を侮辱し差別し罵ることが面白いから、日本人の悪口を言うことが面白いから、だから反日をするんだという話をしました。で、それに対抗するために日本はですね、韓国を嫌うことが重要だと。彼らが反日をするということはですね、なぜやるかというと、先ほど言いましたように面白いから。それに対して日本人がですね、いいだくだくとそれに従ってきたんですね。で、まあ、ごせずごもっともみたいな感じで。で、それを積極的に、まあ、迎合する人たちが、良心的日本人という人たちで、まあ、大学教授とかジャーナリストとか、まあ、たくさんいるんですけど、まあ、そういう人たちが、積極的に迎合してきた。であるがゆえにですね、韓国にとってはノンリスクで反日をすることができ、で、日本側はそれにダクダクと従うというようなことをやってきた、ということですね。で、それを断ち切るためには、我々は一般国民はですね、韓国のことを嫌いになるべきだと。いう話をしました。嫌いになることはヘイトではない。そういう話をしました。で、韓国のことを嫌いになり、我々が反発することによって、韓国は反日をすることにリスクを感じるようになるんですね。彼らに対して、いわゆる反日のペナルティを与えてやるということです。で、こういうことによって彼らの反日を制御することができる。これは我々日本国民ができることなんだという話をしました。で、これまでですね、1回目から10回目まで、そういう話を順番にしてきたんですけども、私はですね、そういう話をですね、ほとんど言い切ってきました。つまり、韓国は反日をやってるのは面白いからなんだよとか、韓国にとって反日っていうのは歴史問題ではない。歴史問題なんて彼らにとってどうでもよくて、歴史をネタに日本人を侮辱するのが面白いからやってるんで、歴史なんかどうでもいいんだと。いうようなことを、まあ、いろいろお話をしてきました。で、これからですね、そういう話について、やっぱり根拠がないといけないと思うので、いろいろそういった根拠をですね、お話をしていきたいなと思っています。で、私は、いくつかそういう関係の本は読んでるんですが、そしていろんなブログも拝見してますけれども、他の人と若干違うのはですね、新聞記事を読むのが趣味だっていうのがあってですね、1950年代から80年代までの日韓関係、韓国関係の記事、朝日新聞に載ってるですね、韓国関係の記事を全部読みました。全部です。で、その全部読んだ中において、皆さんにですね、当時こういうようなことを言われていたんだよと、今と全然違うよねという話をですね、情報提供していきたいなというふうに思っています。日韓関係がなんで悪いのかという話は、韓国が反日をするから。で、じゃあ韓国は昔から日本の支配についてそんなに反対してたんだろうか。先ほど私は日韓、1910年から1945年まで35年間日本は朝鮮半島を統治しましたけれども、その時に韓国人、その当時は朝鮮人と言いましたけれども、朝鮮人の人は別に決してその日本の統治自体を嫌がっていなかったんですよ、という話をしました。で、それは何を根拠に言ってるのかっていうと、当時の韓国、朝鮮人の人たちですね、当時の朝鮮人の人たちは、日本の統治に対して反乱を起こしていなかったということなんですね。統治がいいかどうか、つまりその政治を行う人たちがいいかどうかということは、まあ、それはいろんな人たちがいますから、全然ダメだっていう人もいるわけです。でも、すげえいいっていう人もいるわけですね。で、一概にはそれは言えない。現在、日本のその政権は安倍総理大臣、安倍晋三さんという方が総理大臣やっています。安倍政権ですね。この安倍政権はもうすでに5年。第一次を含めると6年以上やってるという非常に長期な政権。日本では非常に長期な政権ですね。やっていますけども、この安倍政権っていうのが、いいっていう人もいれば、悪いっていう人もいるんですね。どっちが正しいのか。まあ、それは人それぞれですから、絶対悪いっていう人もいますし、いいっていう人もいます。だけど、結果として安倍政権が続いているということは、国民に支持されているということになるわけですね。
支持されてなければ、国民に支持されてなければ政権を維持できないわけですから。で、そのようにですね、当時の韓国国民、朝鮮国民ですね、の対応の仕方によって分かるんです。日本の統治時代が良かった時代だっていうのは、つまり彼らは反乱を起こしてないでしょうというのいうことなんですね。で、彼らが必ず言うのはですね、私たちは独立運動をやってたっていうわけですね。その根拠は何かっていうと、三一独立運動だっていうわけです。三一独立運動、三一独立運動っていうのは確かに大規模な朝鮮半島で起きた反乱、独立運動なんですね。だけど三一独立運動ぐらいしかほとんどやってないんですよ彼らは。逆に言うと唯一の存在だから一生懸命それをアピールするんですね。で、日本の統治してた35年間で、まあ、唯一と言っていいようなもの、まあ、ちっちゃいのはもちろんたくさんありますよ、ちっちゃいのはね。で、その唯一と言っていいような独立運動っていうのいうことは、逆に言うと他にはなかったんですよ。だから私は日本の統治時代はそんなに悪い時代だったら、もっともっとたくさん反乱が起きるでしょっていうことを言いたいわけです。まあ、三一独立運動って言っても、その3月1日だけで行われたものではなくて、まあ、その最初の方は比較的平和的なものも行われたんですけど、時間が経つとだんだん、まだ暴徒化してきたりもするんでね。だから1日2日とかっていうような話ではないわけですけども、結局そのまあ、一時期あったっていうだけなんですね。で、三一独立運動以外にですね、韓国の教科書にはですね、三一独立運動以降にあった代表的な2つの独立運動をつなげていることがあるんですよ。で、これは何かっていうとですね、60万歳運動というのとですね、広州学生運動というものですね。これ2つあるんです。で、60万歳運動っていうのは、1926年、先ほどの、まあ、三一独立運動の7年後ですね。で、この時に、大韓帝国の最後の、まあ、皇帝である、スンジョンという方がですね、お亡くなりになるんですね。まあ、その葬式があったの。で、三一独立運動っていうのも、そのお父さんであるクジョンという方がお亡くなりになった時の葬式がきっかけになってるんですね。で、まあ、2匹目の土壌じゃないですけど、そういうようなことを、まあ、企画した方々がいて、その葬儀の列が来た時に、こう、檄文というね、みんな立ち上がれっていうような文章を作ってですね、こう巻くわけですよ。で、その時、そしてまあみんなでこう巻いてですね、こう、独立万歳ってやるわけですね。で、まあそこにいる、まあ日本のまあ、その兵隊みたいなのに、はい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 、もうやめてねっつって終わっちゃったんです。で、全然こう全国的にも発表しなくてですね、やった、まあ非常にまあしょぼいやつだったんですけどね。ちなみにその、60万歳運動の時の檄文の中には、朝鮮共産党って書いてあるんです。当時、1925年から29年までの4年間に、朝鮮共産党っていうのが一応存在したんです。で、まあ最終的には彼は内部分裂しちゃって、その、まあ、その、ソ連の方から認められなくなっちゃうんですけどね。で、いわゆる共産主義運動でもあったわけです。で、それではありますけど、まあ一応独立運動ではあったことはあったんです。これはまあ非常にしょぼいものです。で、もう一つ、あったのが、先ほど言いましたように、この広州学生運動。これは先ほどの運動のですね、約、3年後、1929年のですね、11月頃にあった、まあ、ものですね。で、これはですね、もともと広州という、まあ、後に1980年頃、広州事件というですね、まあ、事件がありますけど、その、半世紀ほど前ですね、29年ですから。学生、日本人の学生と朝鮮人の学生が、まあ、いわゆるその対立して、まあ、暴行事件を起こしたというものなんですね。で、それまでも、まあ、なんとか小競り合いはあったんですけど、そこで大規模な衝突が行われたと。いうことですね。で、まあ、朝鮮人の方が人数多いですから、向こうでやってますから。で、まあ、この結構日本の方が襲撃されたりもしたんですけど、まあ、日本側も結構向こうで殴ったりもしてるんですよ。で、このきっかけになったのはですね、朝鮮人の女の子をですね、日本人のその学生がですね、髪の毛引っ張ったとかそういうようなことらしいんですよ。まあ、最初はまあ、たわいもない話なんですけどね。で、それで起きたんだという話ですね。で、これはまあ結構大きな騒動になって、他の都市なんかにも波及することになるんですけど、これは独立運動じゃないんです。というのは、
朝鮮人のその学生さんたちはいろいろ当局に対してですね要求を出すんですけども、その中に独立を認めろっていうのはないんですね。朝鮮独自の歴史教科書、歴史教育を認めろとかっていうのは出してるんですけど、基本的にそのいわゆる民族同士の対立で起きたことなんです。まあ、いわゆるアメリカでいうと黒人の暴動みたいなもんですね。まあ、あれはその大きな騒動が起きても要は黒人とも他の民族の対立だったりするわけで、決して独立運動ではないのと同様にですね、これも独立運動ではないんです。つまり三一独立運動が起きた1919年以降ですね、大規模な独立運動、代表的な独立運動というのを、まあ、韓国の教科書に載ってるこの2つ載ってるんですけど、1つは独立運動だけどめっちゃしょぼいやつで、まあ要は小規模なもんなんです。もう1つはそれなりに大規模な騒動になったんですけども、独立運動じゃないんですね。つまりそういうことなんです。彼らは独立運動というのは基本的にやっていないんですね。で、当然のことながら、その終戦の間際もほとんどやってないんです。もし彼らがそういう独立運動をやっていたんなら、当然のことなら記念式典ってやるわけですよ。毎年毎年三一独立運動の記念式典やってるようにね。だからそういうことをやっていない。なんで彼らはじゃあその独立運動をやってたんならそういうことをやらないのって話なの。それはやってないからです。つまりそういうことなんですね。彼らは独立運動をする必要性がなかったほど、まあ日本の統治時代ってのは決して悪い時代じゃなかったわけです。でも皆さんはこう考えるかもしれません。日本の統治時代がそれだけ厳しかったからだろうと。確かに日本の統治時代が非常に厳しければですね、独立運動なんていうのはできないわけです。だけど、それ本当でしょうか？というのはなぜかというと、実は終戦後、韓国人の行動を見ていればそれがデタラメであるというのがわかるんです。それはどういうことか。戦前ならわかる。戦前、反乱を起こさなかったというのは日本の統治時代が厳しかったからだ。でも戦後は違う。日本の統治時代はもうないわけです。そして戦後に、韓国を支配したのは、イスンマンという反日を売りにしている大統領だったんですね。つまり反日を売りにしている大統領が日本をフォローする行動なんか取るわけないわけです。日本の悪いことがあったんなら、むしろそれを煽るわけですね。じゃあ、戦後の韓国人はどうなのか。戦後というのは今の韓国人ではなく、終戦直後、もしくは数年の韓国人はどうだったのか、日本人に対してどう思っていたのか、それを明日ですね、お話したいと思います。またあの下の方にですね、ブログのリンクであるとか、LINE アット登録のリンクが貼ってありますので、まあ、ぜひ登録していただければなというふうに思います。こういう情報を提供していきたいなと思っております。ご清聴いただきましてありがとうございます。